サディカー。本日もですね、ここタイの田舎町ペッチャブンから元気にお届けしております。皆さん、元気にお過ごしでしょうか。タイはですね、目下台風が通過中ということで、昨日の夜からね、土砂降りでした。はい、かなりですね。ただね、まあおそらくこう大陸をこう移動してくるので、そうですね、まあだいぶこう勢いが収まっているというかね、まあ普通普段のですね、豪雨の方が多分ひどいんじゃないかなというくらいな、雨でしたね。ですからまあ断続的には降ってましたけども、そこまでですね、びっくりするような、雨やね、突風は、ありませんでした。はい、で今はね、このように、止んでおります。はい、まあ、まだですね、警戒は必要だと思いますけども、注意したいと思います。はい、今日はですね、どんな話題かと言いますと、またまた物価についての動画になります。まあ、先日ですね、バンコクで郷さんにもご協力いただいて、日本人にですね、まあ、馴染みの深い日本食屋さんであったりとか、それからまあ富士スーパーとかね、その辺のね、調査をいたしました。ですからまあバンコクで言うと、先日見ていただいた単価というのは結構上の方の物価単価になるんじゃないかなと思います。当然バンコクもですね、広いです。ですからローカルのですね、スーパーもありますし、マーケットもありますし、ですからまあ一概にですね、あれが全てではありませんけども、まああれぐらいの価格帯がタイの人でも買ってるという事実はあると思います。はい、まあ、タイのですね、会社員の方であっても、吉野家さんとかね、あれぐらいの単価でも、ランチをするということの事実はあるということですね。はい、逆に言うと僕ペッチャブにいてですね、日本食屋さんがまあ1軒この間できましたけども、まあ、なかなかないということもありますけども、僕の方が、単価が多分ランチ安いと思います。はい、はい、まあ、今回はですね、そんなこんなで、ここペッチャブのですね、田舎の物価を少しね、調べていきたいと思います。この間はですね、ちょっと長い動画になってしまったので、今回ちょっとね、分割していこうかなと思っております。で、第一弾としてですね、スーパー、田舎のスーパーについてね、物価をちょっと調べてきたので見ていただければと思います。はい、で第2弾第3弾とですね、マーケットであるとか、それからセブンイレブンとかね、まあセブンイレブンはバンコクと価格は変わりませんけども、友人からですね、スイーツの価格が、据え置きのものもあるけども、例えば量が減ってるとかね、その辺があるそうなんで、それもチェックをねしたいと思います。でまあセブンイレブンなんかの、お菓子のね、おすすめとか、それからあるあるとかね、もう少しお話もできればなと思っております。はい、それではですね、前置きがすごく長くなる川島ですけども、動画を見ていただきたいと思います。それではどうぞ。サディカー。本日もですね、ここ、タイの田舎町ペッチャブンから元気にお届けしております。本日はですね、先日、バンコクのね、物価をいろいろ調べましたけども、今回はですね、タイの田舎のね、物価事情について少しね、調べていきたいと思います。まずね、来たのがね、こちらの、はい、マクロでございます。まあ、マクロはね、バンコクなんかにもありますけども、まあ大型、ショッピングセンターみたいな感じで、まあコストコみたいなね、イメージのところだと思ってもらえば大丈夫です。はい、でね、結構ね、一つ一つの量が多かったりもするので、まあ僕はですね、いろいろ選びながら、商品をね、購入しております。じゃあね、これから、中入っていきたいと思います。まずはね、こちらの、パンですね、食パンですね。食パンはね、39バーツでございます。はい、キャベツがね、25バーツで、白菜が29バーツですね。はい、それでまあ、長ネギもね、売ってるんですけども、これはね、かなり束で129バーツですね。はい、ビッグシーでですね、3本ぐらい入ったやつが安く売ってるので、ネギはね、こちらで買います。購入はね、しないですけどね、パパイヤがね、切ったやつが29バーツですね。それで、メロンがですね、
これで79バーツ、はい。まあ、パパイヤはね、家で取れますんで、はい。じゃがいもはですね、キロ45バーツですね、はい、2つで15バーツ。人参がキロ22バーツで2つで 12.25 バーツ。大根がキロ49バーツで 47.50 バーツ。今日はね、おでんもしたいので、大根を買いに使いました。いつも大体まあこの辺りを買いますね、はい。大体、パック10パックで49バーツ、まあ大きさであったりで、47バーツから60バーツぐらいまで、はい。でまああとは CP になるとまたね、ストラング額高くなるんですね。56バーツから74バーツになります、はい。我が家はこの安いやつを買います。嫁さんがキムチが好きなので、こちらのねキムチを買っていこうと思いますが、120バーツですね。でかいやつは、239バーツ。どれがいいかな。これぐらいかそうかな。これ辛そうだな。ホットだな。こっちの方がいいでしょ。普通的な。こっちにしましょう。それとあとね、お味噌。お味噌もね、売ってます。花丸き99バーツ。まあお味噌はそんなにいたって55バーツから朝日味噌なんかはありますね。うちはこれよく買ってますね。これは55バーツ。はい。あ、豆腐買ってこう、豆腐。まあ、豆腐はだいたいね、20バーツから22バーツ前後ですね。はい。この辺買ってこうかな。美味しい豆腐。ね、美味しい豆腐買ってみましょう。はい。ラーメンね、ラーメンもね、いつも買っておりますが、これだったかな。45バーツのね、この麺が、普通に美味しいです、これ。はい。これをね、買っていきたいと思います。マクロのね、このね、豚骨。これがね、結構味いいですよ。で、先ほどのですね、黄色い麺。卵麺とね合わせると非常に美味しいです、はい。これの醤油味とか出てくるとねいいんだけどね、はい。これも買ってみます。これはね、5パックで99バーツです、はい。ですから1つあたり、まあ、20バーツぐらいですね、はい。で今日はねこちらの、ハムをね買ってきますけども、これはスモークチキンのね73バーツこんだけ入って、はい。パンをね食べるときに一緒に食べるのでこれを買っていきましょう。今日はね、この豚バラがね、キロ181バーツですね、はい。昔は120、30バーツだったような気がしますけどね、はい。こういうバラが取れましたけども172バーツ、ね。このね、チキンは我が家のね、嫁さんが、料理するのが上手なんで買ってきますけど、これが150バーツ。この鶏鍋のやつは87バーツですね、はい。まあ、鶏はそんなにめちゃくちゃ高くなってないですね、はい。この辺のささみが107バーツ、はい。という感じで、お肉類は買い込みました。この、お肉ですけども、蒸してね、出汁を取って、その、レジルでですねうどんを作るとめちゃ美味しいです、はい。ですからこれもね買っていきます。まあ、蒸してね、醤油とあえて煮込む感じですね、はい。いつもこちらのロッキーね、味の素のロッキーのこちらか61バーツの方ね、はい。こちらの61バーツの方を買ってます。でね、結構ね豚のこの出汁の方がタイはあちこちで売ってるんですよね。この鶏がね少ないんですよね、実は。なんでだろう。うちはもうねこの鶏だけなんですよね、これ、はい。
非常にねスープとか美味しくできるのでいただいております、はい、でもこれも昔ちょっと前まで49バツぐらいだったんじゃないかな、結構上がってますもんね、はい、さあもう少しですね。タイのねポテトチップスは、結構これがおすすめですね、はい、我が家もこのねちっちゃいパック、ちょうどちっちゃいパックがちょうどいいんですよね、食べきりで残さなくてねいいので、はい、これがね51バーツです。はい、で2つ買うと 49.5 バーツという感じでございますので、2つ買っていきます。はい、まあこれはねこのポテトチップスはもう種類がとてつもなく多いですからね、ほら、まあ、日本もね同じですよね、はい、納豆をね見てみますけども、納豆はね結構高いですよ。だるま納豆が65バーツ、吉野納豆が75バーツ、バンコクよりもはるかに高いですね、はい、カレーも売ってますよ、こういうカレーね、はい、パックになって4パック、このカレーがいくらだ、書いてないな、このカレーがいくらかが書いてないというオチですねほら、うなぎとかも売ってる、うなぎとかも売ってるけど、フローズンオースター、あはは、これだな、フローズンこれだ、260バーツ、うなぎ、おー結構するね、たこ焼き結構しますね、皆さんタラバガニ売ってますよ、タラバナガニがね1015バーツ、アワビが199バーツ、アワビの冷凍ですね、食品の達人。今ね、みかん買いましたけども、こちらの小さいやつはね49バーツですね、それでこちらのやはり大きいやつは69バーツですね。昔は多分ね30バーツか35バーツだったんですよね、みかんもね、はい、今日ね今マクロで購入したのが全部で1337バーツでございます、はい、でね、この後ですね、まあ、ちょっと掃除用具であるとか、それからネギとかですね、それから、生姜、はい、をですね、買いたいと思います。それはねビクシーでね買いたいと思います。ここだとね量が多すぎちゃってビクシー行きます。でいつもねこんな感じでクーラーボックスをね持ってきまして、ここにね、お肉関係を入れるという形になっております。日本人的にはねこうやってカートをね片付けたくなりますよねまあねこれもね実は良し悪しというかね、タイの人のね仕事を奪うことにもなるので、なんともね言えないところでございます。はいでもどうしてもね片付けちゃうよねさてこれからね、ビクシーに行きたいと思います。ビクシーに、来ております。で向こう側に見えるのがねロータスでございます。あちらがね、はい、ここがビクシーです。でね、地元の人はね、ロータスの方がね、比較的安いんじゃないかって言って向こうの方が混んでおります。はい、僕はですねこちらで、ネギを売ってるのはねロータス売ってないんですよね、長ネギ。だからこちらのロ、ビッグシーでね、買いたいと思います。ではサバですね、
まあ、サバこれ、まあ、こんなにでかくなかったけど結構2匹で20バツとかやってたけどね、でっかくなってますね。でこれがエビですね。エビは1キロだいたい185バツとかですから、まあ、こういうちっちゃいパックを買ってですね、スープにね、したりすることもあります。はい、こういうこの白身魚ですけどね、これね、まあまあ作り方によっては美味しく食べられますね。はい、でこちらよりもこちらの方が身が柔らかい感じがしますね。はい、もう大体まあ大体ですね、そんなにはまあスーパーってそんなに値段変わらないですね。はい、あ、そうそうそう、お芋ね、お芋買ってきます。まあ、お芋もやっぱり前は56バーツとかだったんだよね、キロ。今65バーツになってますね。ちょっとやっぱり高くなってますね。はい、それでネギはあるかな、ネギがあるかな。ネギがね、あるときとね、ないときがあるんだ。あったあったあった、はい、これです。あ、やっぱ高くなってる。あ、これあんまり入ってなくて、これはジャパニーズスプリング、これだよね、やっぱね。あ、これめちゃくちゃ高くなってる。前ね、30バーツぐらいでした。30とか35バーツぐらいでしたけども、55バーツや。これは高いわ。まあ、豆腐を食べるにね、しょうがないね。買っていくしかない。はい、やっぱり物価上がってるね、どんどんね、物によってね。はい、それから生姜を買ってみましょう。生姜はね、ありましたね。こちらでね、19バーツです。はい、よし、あとは、ティッシュとかね、買っていきたいと思います。それでですね、油は、まあ、この辺りがポピュラーですけども、まあ、大体68バーツ、まあ、200円ぐらいですか。はい、もうちょっと高いか、220円ぐらいかな。はい、まあ、この辺もやっぱりどうしても値上がってますね。はい、お米見てみましょうか。はい、まあ、お米はですね、いつも自宅のそばで買うのであれですけども、まあ、大体180バーツから200バーツぐらい前後の間ぐらいですね。はい、まあ、美味しさによってもだいぶ料金がね、こういう日本的なお米も売ってますね。小さいので62バーツ、うん、一通りのものは揃いますね。洋服から家電から食料品から雑貨までね。はい、まあここはね、空いてます。まあ極端に値段がね、変わるっていうほどでもないですけども、まあ、ですから、まあ日曜日とかどうしても来なくちゃいけない時は僕らもびっくり来ますけどね。はい、ああ、こういうのはあるんだ。ポン酢が38バーツ。ああ、キッコーマンじゃないですか。まあ小さいけどね。刺身の醤油とかもあるんだね。前これなかったな。焼肉のタレ。あ、これ面白いかもね。うまく食べられるかもしれないね。焼肉のタレ、照り焼きのタレ、うまいソース。うまいソース。うまいソースか。なるほど。このポン酢があるのいいね。もう
ポン酢つけるの僕一人だからね、こんなちっちゃいので十分だと思う、うん、醤油は見当たらないね。醤油油分が、あ、こういうつゆの素とかも売ってるわ、ちっちゃいけど。ルクシーもなかなか揃えてきたんだ。この辺どういう人が買うんだろうね。まあこれ醤油だね、醤油キッコーマンのね、105バーツ、うん、大きいのがないね。前大きいのあったような気がしたけど見当たらないね。ティッシュね、はい、あ、このね、ティッシュもね、ロータスのような、こっちが安いか、あ、93バーツあるね。あ、これだったらロータスと同じだね、はい、ロータスもね、93バーツです、はい、安いですね、はい。まあ、このでかいのを買っていきましょうね、はい、こんな感じでございますね。ガラガラですよね、空いてますよね。はい、今ですね、ペッチャブンのスーパーのね、物価感をちょっと見ていただきましたけども、次はですね、写真をちょっと見ていただきながらご紹介したいと思います。この写真はですね、見ての通り、はい、ガソリンスタンドのね、価格の表示でございます。はい、まあ、タイはですね、ガソリンの種類がとても多いです。はい、まあ、ディーゼルもここ3種類ありますね。それからまあ、ガソリン関係も E20 とガスホール91とガスホール95ありますね。この E20 っていうのがエタノールがですね 20% ガソリンに含まれているというガソリンになります。はい、で僕の車ですね、実はこの E20 と91、95どれもですね、ディーゼル以外はまあ入るという車になっております。はい、それでですね、まあ、E20 が一番安いんですけども、これ実際ですね、僕いろいろこう検証した結果、ガソリンよりもですね、燃費が悪いみたいですね。はい、のしおさんがですね、教えてくれたんですけども、噴射、要はパワーを使うときにですね、その噴射する効率がやはりこの E20 っていうのはあんまり良くなくて、燃費が悪くなるということらしいんですよね。はい、ですから僕は最近はこの、ガスホール91を入れております。 33.85、 そうするとまあ129円、まあ130円ぐらいですね。まあ当然日本よりね、安いと思いますけども、まあ平均所得から考えるとやはり、タイの人にはかなり重荷になっているということですね。ですからまあ学校のですね、送り迎えを、仕事でねしてた人たちが、辞めちゃってですね、結構送り迎えが大変な状況になっていると、いう話をね、聞いております。まあ、うちはね、自分で送り迎えしてますからあれですけども、働いてるね方なんかは非常に困っているという状況が、起きてます。はい、それこそ2ヶ月ぐらい前ですかね、ウクライナ紛争が起きてから、まあ、すぐではなかったですけども、徐々に影響が出始めて、一番高いところでですね、この91がこの田舎でもですね、47バーツまで行きましたね。はい、最高で、はい、多分バンコクはですね、50バーツ行ってたところも多分あると思いますね。はい、で今現在この 33.85 に少し落ちてね、落ち着いてきたと。でこれまたまあ友人にですね、いろいろ話を聞いて、僕もちょっと調べてみたんですけども、ちょっと概要欄にね、貼っときますけども、タイって産油国なんですよね。ランキングで言うとね、32位ぐらいのところにいる産油国であります。はい、ですので、そういった意味もあって、まあ、日本よりガソリンが抑えられの価格が抑えられてるっていうのもあるでしょうし、まあその物価的なね、こともあって、安くなってるのかっていう感じはしますけども、それにしてもですね、一時、それこそウクライナ紛争前は確かでね、記憶だと21バーツまで落ちたと思います。
めちゃくちゃ安くなった。で、ですからまあその頃と比べちゃうと、まあ今はねだいぶこう落ち着きましたからですけども、高い時と安い時を比べると500バー、僕の車なんかでもね500バーツぐらいで結構満タンになっちゃうんですよね。ところが今1000バーツでも満タンにならないというね、状況ですから、まあ倍ぐらいにね、なったというイメージでございます。はい、まあこれはね仕方ない、自分たちでどうしようもないっていうね、こともあるですけども、困ったなという感じですね。はい、で友人にですねやはり聞いたら、これからその、石油のですね、生産量が落ちてくるっていう話なので、そうすると当然、また上がっていくというような形になるかもしれませんけども、ちょっとね心配な面が、あります。はい、バイク旅にするにしても車で旅をするにしても、ガソリン使いますんでね、なんとかね、少しでも安く落ち着いててほしいなという気がしますね。はい、それではですね次は、ガスですね。町の、まあガスというのは、調理でねガスをうち使ってますから、ガスボンベのね金額をちょっと見ていただきましょう。はい、こちらがですね、ガス交換ですね。はい、まあ大体ですね2ヶ月に1回ぐらいかな交換は。でですね前は、こちらの7キロかな、うちは7キロなんだけど、7キロで、ね、230バーツだったんだけど、今ね、値段が上がってると思いますね。はい、なんかねオーナーさんが変わったということもあって、はい、でこちらねこんな感じ、街中にある、ガス屋さんでございます。はい、まあ、今は電気代から全て上がってますね、燃料系ね。はい、誰かタオルな、タオルな、そのカウシー、おお290バーツ値上がってますね。あ、もう一点ね向こうから聞いてみましょう。はい、今回はですねこんな感じで、ここタイの田舎町ペッチャブのですねスーパーの物価感について、ご紹介してまいりました。いかがでしたでしょうか。まあやっぱり全般的にですね物価はやっぱり若干上がってきてます。はい、このタイの田舎でですね。はい、まあそうですね、買い物に行くたびに上がってるって言ってもいいぐらいな感じで物価が上がっております。はい、ですから毎月毎月こうコストがね、生活コストがこう上がってってるっていう感じがしますね。ですからまあ逆にまあ日本がね今デフレですけども、ある意味、羨ましいというか、まあある意味、羨ましくないというか、まあそれはね人それぞれだと思いますけども、とにかくタイは今物価が上がっております。今回はね、第一弾としてスーパーでしたけども、次回はですね、また、町のマーケットであるとか、それからセブンイレブンとかね、その辺をまたご紹介できればと思います。それではですね、次の動画でまたお会いしましょう。それではまた。